こんばんは、江端です。昨日から頼まれて鴻巣駅に行ってるんですよ。でまあもう行く前から調べてあったんですよ、鴻巣駅の立ち食いそばとかで、あるのは知ってたんです。でとにかくパッと改札を出る、そして左にある固定店舗ではないんですよねいきなりなんかね改札内に作って、でそれで、ね、のれんだけかけたような感じ、ちょっと雰囲気がねいいですよ。面白い感じですね。何がうまいかって言って、茶色い黒い汁スープがうまい。関西の人は東京の黒い汁スープあんま好きじゃないっていう人が多いらしいですけど、まあ俺はね関東の黒いしょっぱいあんなねスープが大好きです。ご希望のメニューを押してください。発見。本当に美味しかった。あれはまた食べますね。